地球内部の深さに応じた温度。地熱は地球内部の熱源に由来する熱エネルギーである。エネルギーの移動形態としての性質を強調する時には地熱エネルギーという語も用いられる。太陽光や風力、水力、バイオマスとともに温室効果ガスを排出しない再生可能エネルギーとして今後の利活用増大が期待されている。地熱の発生源は 地球の中心部。地球内部は、外から順に、固体岩石の地殻、マントル、鉄やニッケルを主成分とする溶融金属でできた、外殻、鉄やニッケルを主成分とする固体金属の内殻に分かれている。発生している、相除熱量は、約35テラワットと推定され、地球が太陽から放射で受け取るエネルギーの約12500とされている。地熱は常に、 地球内部の発生源から地表に向かって流れている。この熱はマントルを通って地表に達するが、熱の伝達にはマントルの対流が大きく寄与している。すなわちマントルの最深部で核の外側と接する部分が核の熱で温められて、摂氏3000度まで温度が上昇し熱膨張により、比重が低下する。軽くなったマントルは上昇を始め、地表近くに達し、 そこで近くに熱を与え冷えて、重くなり沈んでいく。蒸気でマントルを一応固体岩石と説明したが、数万年単位で見れば、明らかに流体として振る舞っている。温度の高いマントルの上昇してくる場所は一定であり、地表では海嶺となっている部分に相当する。またマントルの沈み込む場所は、海溝やトラフに相当する。このマントルの流れの上に乗った近くと近くに接して、 冷えて固まったマントルの最上部が、その下にあるマントルの流れに乗って、動いたりぶつかったりすることを説明したのが、プレートテクトニクスである。すなわちプレートが動く、原動力も地熱である。地表の地熱は、マグマが地表に近いところでは、非常に濃密になっている。このような箇所は主に火山性の地域とホットスポット、山脈で見られる。 マントルの上昇部分は地熱が豊富にあるが、ほとんどが深海底の海嶺となっており、利用は困難。マントル上昇部分が地上にあるアイスランドは世界で唯一の例外であり、全土が地熱地帯といってもよく暖房や温室などに利用されている。その他の地域ではマントルの熱を直接利用することはほとんど不可能。そのため、アイスランド以外の場所で、 最も利用される方法が火山の地下にあるマグマの持つ熱を利用する方法である。マグマは固体岩石の近くの中にある溶融岩石なので地殻深部やマントルの熱を素早く地表まで持ってくることができる。地熱の回収には噴出する熱水や水蒸気をそのまま利用する方法と熱水から沸点の低い流体に熱交換して利用する方法。 地下に水を流し込んで熱により水蒸気に変化したものを回収する方法などがある。日本は火山が多いため火山のない国と比べると地熱資源に恵まれている。地熱は二酸化炭素を出さず1年を通して安定した供給が得られるため次世代のクリーンエネルギーとして注目され現在効率的な利用について研究が進められている。また 地上の温度と地下の温度の温度差を利用する方法もあり、この場合は地下の温度が特に高くなくても良いのでどこでも利用できる。国立天文台教授、佐々木明、地球の初期のエネルギー放送大学1、物質環境科学2大8回九州電力、地熱バイナリー発電方式の概要。ありがとうございます。